はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、昨日登場しました週刊 FP の J リーグの方レベマ紹介やっていきたいと思います。で、今回の11選手はこちらの11選手ということで、まあ清水エスパルスから2人だったり、柏レイソルからね、2人が登場しているということで、まあ清水だったりね、柏の、ファンの方だったりサポーターの方には、まあ、確率が上がるような、ガチャになっているんじゃないかなと思いますし、まあ今週はかなりね、初登場の選手が多かったかなという印象ですね。はい、ということで全ての選手レベルの能力値見ていきましょう。どうぞ。まずはハットトリック決めましたオルンガ選手ということで、今回のオルンガやばいですね。というのも決定力が12上がりました。で、90代後半95まで乗せたということで、ワンチャンガチスカリなんじゃないかなというような能力値持ってますし、で、まあフィジカルコンタクトプラススピード瞬発がかなり速いので、めちゃくちゃ使用感のいいセンターフォードになっているかなと思います。で、 J リーグに関してはですね、今後もライブアップでがね、続くかもしれないので、というか続くでしょうから、このねオルンガ選手ゲットしていただければですね、全然ガチ使いで使える選手になっているかなという印象ですね。で、前回のオルンガと比較していきたいと思います。2月27日開幕戦でね、オルンガの FP が来ましたので、こちらと比較していきたいと思いますけども、まあディフェンスエース以外は、全てプラスということになっておりますので、金のオルンガを持っている方はぜひ、黒のね、オルンガに乗り換えていただければと思います。で、続きまして、ガンバ大阪の方から東口選手ということで、今回の東口選手かなり強いですね。まあ、GK 能力は言わずもがななんですが、スピード瞬発だったり、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、まあ、ここら辺もかなり高いので、GK スカットに入れてもですね、めちゃくちゃ活躍してくれる選手になっているかなという印象ですね。で、前回11月7日にね、東口選手来ておりますので、こちらと比較していきたいと思いますが、GK 能力がですね、GK センス2、キャッチング1ずつ下がっているんですけども、クリアリング5だったり、コラプシング4つ、ディフレクティングが2つ上がっておりますので、これはですね、ぜひ、黒の方の東口選手に乗り換えていただければと、思いますね。で、続きまして、浦和レッズの方からエベルトン選手ということで、来ましたね、エベルトン。ということで、能力値の方見ていきたいと思いますけども、赤がないというか、まあ、すべてオレンジもしくは緑色ということで、かなりバランスが取れている能力値になっているかなと思いますね。まあ、特にワンタッチパスも持ってますし、グラウンドパス、フライパスもかなり高いので、中盤の選手の中ではね、かなり強い J リーグ FP の選手になっているかなと思います。まあ、本当にスキルもね、ヘッダーも追加されましたが、ここにワンパだったり、インターセプトも持っておるということですので、かなり有能な、中盤の選手になっているかなという印象ですね。で、続きまして清水エスパルスの方からバウト選手ということで、センターバックのね、この選手登場ということになっておりますけども、まあただですね、ヘディングジャンプ、フィジカルコンタクトは高かったり、ディフェンスエース、ボールダッシュはね80代後半あるんですが、アグレシブネスが80代前半だったり、瞬発力が77ということですので、まあやはりですね、ガチスカ級というところは難しいかなと思いますけども、まあぜひですね、エスパルスのサポーターの方には狙っていただきたい選手になっているかなと思います。で、続きまして、柏レイソルの方から江坂選手ということで、オルンガと江坂選手はですね、二人連続で来たのが開幕戦以来ということで、開幕戦も二人連続で来ていたんですけども、今回もね、二人登場ということになっております。で、能力者はご覧の通りなんですけども、ドリブル能力やはり高いですし、決定力もね、87しっかりあるというところは本当に評価できる点かなと思いますね。で、スピード瞬発も83、84ですし、で、ジャンプだったり、ボディコントロールも高いということになっております。まあ、あとはですね、左足がね、44でかなり使いやすいっていうところだったり、コーンワンゴあるのはありがたいところかなという印象ですね。そしてスキル4つとも全て有能ですね。ダブルタッチ、ヘッダー、ワンシュー、スルーパス、まあ本当に有能のスキル多いかなと思いますし、プレイしたらチャンスメーカーということでですね、前回の開幕戦の江坂選手と比較していきたいと思いますが、ドリブルが2、決定力が2下がっているんですけども、オフェンスセンスだったりフィジカルコンタクト上がっておりますし、今回スルーパス持っておりますので、こちらはですね、乗り換えていただければと思いますね。で、続きまして FC 東京の方から森重選手ということで、森重選手は2週連続の登場となりますね。ということで、能力値の方はご覧の通りなんですけども、基本的にプラス3からプラス4で、フライパスだったりヘディング、そしてフィジカルコンタクトがね、上がったという形になっております。まあ、先週のですね、森重選手に関してはダブルタッチ持ちのね、センターバックとして登場していたんですけども、今回は闘争心が、追加となっていますね。で、前回の森重選手と比較していきたいと思いますが、これね、赤がかなり目立つ7月23日の分が一番いいのかなというところですね。まあダブルタッチだったり低弾道ドロップ持っておりますし、ただスキル面で言うとね、 MVP が一番強いのかなと思いますが、能力値的に見ると7月のね、森重選手が一番いいのかなという印象でした。
で、続きまして鹿島アントラーズの方から土井翔真選手ということで、土井選手は初登場の選手となりますね。まあドリブル能力あってスピード瞬発もかなり速いですし、まあ逆足2と3だったり、まあ後半4なんですけども、まあ J リーグのね FP だったりはまあライブアップで続くかなと思いますので、まあここら辺もいいかなと思いつつ、そしてワンパンもスルーパスも持っていますし、スーパーサブが追加となりましたので、かなり有能な2列目のねスーパーサブ後半から出したら能力者上がる選手になっているかなという印象ですね。で、続きまして北海道コンサドーレ札幌の方から荒野選手ということで、荒野選手も初登場の選手ですねということで、能力値なんですけども、オフェンス点数9つ上がりましたね。めちゃくちゃ高くなっているかなと思いますし、決定力も8つ上がったということで、まああとはですね、キック力だったりジャンプでディフェンス系の能力はそこまで高くないので、やはり CMF の起用が一番いいのかなという印象なんですが、スキルがね、ワンシュート追加というところはありがたいかなと思いました。プレイスタイルはボックスボックスということでですね、続きましても清水エスパルスの方から西澤選手ということで、この選手も初登場の選手になりますかね。はい、ということで、ノルシアご覧の通りなんですけども、まあ、サイドハーフということで、ドリブル能力だったり、スピード瞬発もしっかりありますし、まあ、ここら辺はかなりありがたいですね。で、サイドハーフながらですね、決定力86、80代後半あるというところは、J リーグ FP の中でもかなり高いかなと思いますので、J リーグ FP スカットの中ではかなり重宝できる選手かなという印象です。で、スキルにはピンポイントクロスが今回追加となりました。で、続きまして川崎フロンターレの方から山根選手ということで、まあ先週はですね、谷口翔吾選手来ていたんですけども、今回もねセンターバックからね川崎から山根選手が登場ということになっております。まあスピード瞬発本当に高いですし、ディフェンス系の能力者ですね。センターバックながらディフェンスとボール出しが80代ということで、まあもう少しあってほしかったなという印象ですね。あとはスキルも何もないというところはかなりネックな部分であるかなと思いますけども、まあ裏抜けされても問題ないセンターバックの選手になっているかなという印象ですね。で、最後はですね、サンアントスの方から石井選手ということで、19歳のですね、かなりの若手の選手が今回登場ということになっております。レベルの総合値は87まで上がるということで、まあ、センターフォワードながらですね、プレイスタイルチャンスメーカーなんですよね。ここら辺がかなり意外だったんですけども、まあ、スピード瞬発かなり速いですし、で、ワンシューが追加となっているというところもかなり評価できる点かなという印象でした。ということで、本日はですね、こちらの11選手の J リーグ FP 紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にですね、J リーグ見てない方だったりに関してはですね、オルンガ選手ぜひ狙っていただきたいところですし、まああとは柏だったりね、清水エスパルスのサポーターの方にはかなり、激アツな、ガチャになっていたのかなという印象ですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。